ウィーリー・キャッスルはイングランドの都市バーミンガム南西部郊外にある住宅地区。この地区は市議会選挙区のウィーリー区に属しており、ノースフィールドの行政区に含まれている。ウィーリー・キャッスル地区は東はセリー・オーク、北はハーボーオン、西はバートリー・グリーン、南はウィーリー・ヒルとセンリー・グリーンと境を接している。ウィーリー・キャッスル地区の中心には商店が集まっている。 ウィーリー・キャッスル・スクエアがある。この地域の名称は、現在はバーミンガム美術館の所有となっているウィーリー・キャッスルという堀を巡らせ城塞化されていたマナーハウスの遺跡から取られている。この遺構は重要文化財建築物のグレード2に指定されており、1934年に登録記念物になっている。1960年から1961年に かけて、ウィーリー・キャッスルで発掘調査が行われ、13世紀の木造建造物の遺跡が発見された。この遺跡には、相当量の石像の遺構が残されており、堀の後も毎日公開されている展望台から眺めることができる。近年、文化遺産宝くじ基金、バーミンガム市、イングリッシュヘリテジが資金を提供して、遺構を保全するとともに、遺構のそばに、 地域教育センターを開設し、学校の校外学習の場や地域住民の集会などが行われるようになっている。移行の管理は、キャッスルキーパーズと称するボランティアグループによって支援されている。ウィーリーキャッスル地区には、ウィーリーキャッスル図書館があり、観光施設でもある、ウィーリーキャッスル博物館もこの地区内にある。ウィーリーキャッスルウォークウェイは、リクリエーション用のグラウンドであるが、 その敷地は主に隣接するセリーオークとキントンに属している。その一帯を通るラパルウンガはラパルウンガトラストによって維持管理されている。ウィーリーキャッスルの大部分は1930年代に公営住宅として開発されており、1935年にはバーミンガム市の1万個目の市営住宅がホップストンロードに完成し、後に首相となるネビル・チェンバレンが 除幕式を行った。これによりバーミンガムは、イギリスの地方自治体としては、最初に1万戸を超える公営住宅を供給したこととなったが、これは最初の公営住宅の建設からわずか15年目のことであった。ウィーリー・キャッスル住宅地区には、開発の完了までに3000戸近い住宅が建てられた。ウィーリー・キャッスル地区は、東はセリー・オーク、北はハーボーン。 西はバートリーグリーン、南はウィーリーヒルとセンリーグリーンと境を接している。ウィーリーキャッスル地区の中心には商店が集まっている。ウィーリーキャッスルスクエアがある。ありがとうございます。